ちは。文流会という会を会長しております井原と申します。よろしくお願いします。すみません、審査原稿の会場と関係する方針を Yeah!
ナベさん、こっち。はい。あ、どうぞ、まっちゃん。上原先生。はい。ここはもう一人。はい、ありがとうございました。少し感じたところだけ、最初に小林先生、はい、人たちの面が結構良かったな、最初当たりましたもんね、はい、ね、良かったなと思います。ただ自分から行くだけの技が多いんで、はい、少し相手を出させて打つとか、はい、返すとか抑えるとか、少しそういった応じも使えるといいなっていう感想です、はい、それから構えた時に少し頭だけこう出てる感じがするんですよ、はい、スッとこう体幹がまっすぐなってないですよ。これがちょっと立ち構え、うん、ちょっともうちょっと考えてもらっていいなと思いました。はい、田村先生、はい、最初の面は良かったな、1分いい 出足があって、面があって良かったな、1人目かな、あとただ間合いで届かない面がいくつもあるんですよ、行っても届かない、行っても届かない、そこの間合いを考えた方が切腹いいところ出てるんだとすれば届かないともったいないんで、はい、そこかなというふうに思いました。それから渡辺先生、ちょっと尊虚を、尊虚だけこう練習してもいいと思うんで、はい、尊虚をちょっと練習した方がいいかなっていう、はい、なかなか筋肉弱ってきちゃって大変なんですけど、尊虚だけ練習するとまたちょっと筋肉ついてくると思いますよね、はい、それから小手打った時にみんな逃げちゃうんですよ。ターンと前に行ってないんですよね。小手いいのが当たるんですけど、みんな逃げて打ってるから、ちょっと見栄えが悪い。しっかり打ち切った方がいいかなという感じがしました。あと、打った後、横に行くことも多いんで、勢いがないんですよ。ターンと前に出る勢いが。少し勢いがあった方が、前抜ける、前出る。やっぱり横行ったりして、あれ正面だと止まっちゃったりして、もうちょっと勢いがあってもいいかな、そんな風に思いました。構えもちょっと右手が強いかもしれないです。右手が強い。次、伊藤先生、もう本当に良くなってきてると思いますが、あと打ち切り、最後の打ち切り、うん、その辺を相手より上回れればいいかな。当たるところで一番強いバーンっていければいい。それから佐藤先生、はい、初立ちの面がいいところ打って素晴らしいなというふうに思いました。すげえすり上げとか出がってもいいんがあったなと思うんですけど、ちょっと打ちすぎかな、はい、あと上半身に頼ってて行ってるんですよ。足が出ないんですよ。足が遅い後になってる、足が後になってる、こういってるから、もう少しいい形で強く打つには少し下を使った方がいいなっていう感想です、はいはい、私からは以上です。はい、もらえた、もうほとんど、上原会長が言ったと内容でだと思います。ただ私が思うのは、田村さんためだよね、ためから攻めだよね、いつも言ってるね。あと剣先の使い方、うん、やっぱりそれは全然なくて勝手に打ってしまってっていう感じがあったんで、もったいないながらという感じしましたね。小林先生については、はい、本当に面が良かったです、ね、ただその後勝手にどこなんか行っちゃったな、ね、2つ目ね、うん、2つ目にもう、はい、王子抜きだったらまだいいけど、あれやっちゃうと体勢崩れちゃう。あれ絶対にやった、やめた方がいいです、はい、もう本当に。あと前をしっかり取って、うん、攻めからやった方がいいかなと思いました。渡辺先生はなんか立ち構えをね、直した方が本当にいいと思うんですよ。ただ見てると何か、なんかおどおどするようなさ、パッパッってじゃなくて、なんかふわ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 してるような感じがしています。だからそこのところから今ね、尊虚の形もそうだけど、構えてそれで前に攻めるっていう形を私は取った方がいいんじゃないかなと思いました。あとは佐藤先生は、あと構え、手元しっかりグッと、うん、もっと中にいた方がいいかなという感じしました。はい、小林先生は攻めからの面も非常にいいと思いますけども、もう少し詰めて、お互いにね、本当にいい面がありました。ああいう面があった、あそこのところまで持っていった目、打ち合いをした方がいいんじゃないかなという感じましたね。あとは右足がベタンってなってる、平均的に、うん、右足がついちゃってる感じです。
あとあれをもう少し右足もちょっと上げてると動きがいいかなって。もうそれは私自身もそうなんだけども、やっぱり足を使うためにはこれがぺったんじゃダメだから、ぜひともそこのところは意識してやれた方がいいんじゃないかなと思いました。私は以上でございます。はい、ありがとうございます。はい、全般的にさ、市内が生きてないんだ。市内の先が相手に、ただこうやって思ってるさ、上に上がってこうやりながらタイミングだけ測ってメーンって、もうちょっとそれをやるにはさ、ちょっとそれ誰だろう、ちょっとほらこれ、市内が生きるっていうのはさ、市内の先が生きるっていうのはさ、相手がちょっと動くとさ、パッとここで打てばいいんだ。こういうのは一歩もないわけ、市内の先が。どっちが勝つか分かるでしょ、動くのが。これで勝った方が、この動きで勝った方が審査合格なんですよ。負けちゃうんですよ。今こうやって押さえられると相手が面倒くる、パッと出てくる、そこで。この2本でいいわけや。みんなの今の立ち合いはさ、ね、ちょっと七段には程遠いんですよ。だからさ、こう動くのがさ、ね、小林さんもないいとこバン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 打つんだよ。全部止まってから打つんですよ、足が。こうやってパッパッ止まってるんですよ、みんな。それからパーンってする。まあ早いから当たるんですよね。でもそれでもこの間打ってんだよ、それで。そうダメだ自分で打ってるんだよ、この間も打ってんだよ。もう俺は見てたんだからさ、分かるんだけど、全部それで打ってるわけ。だからそれをもうちょっと我慢して、ね、佐藤君もそうなんだ。それでさ、相手はさ、こう鍛錬がさ、下やからさ、パッとこそ行くだけでいい。こう行けばさ、相手がパッと出ようとするんだ。パッとこれ押さえたら、パッと行ける。ここがさ、白井の先をさ、相手の殺してるって、うん、だから打ってくるとこも殺さないんですよ、みんな。相手がちょっと打ってきて、はい、はい、パッとこう、ーンとここで打たないよね。相手がパーンとなるでしょ。こういう動きをさ、殺すって言うんですよ。で、これを使ったら面がちょっと当たるだけで受かっちゃうんですよ、みんな、引いたっていいんですよ。今度相手がこう前に出てくるとこう引くでしょ、ね、引く瞬間、引いた瞬間にさ、メーンって乗ればさ、これ呼び込みっつうんですよ。引きながら打つってね、相手が出てくる、バーって出てくるところをさ、引きながらバーンと乗るんですよ。これ呼び込みっつうんですよ。これは1回打てばもうほとんどが 100% こう、もうすごい難しい。だから下がるときに一番良くないのは、動いてるときにこうやってて右足を下がる、右足を下げるのが一番良くない。こうやってそういうのはだいぶ良くない、相手と動きを合わせるときには必ず右足をここで残しておいて、左足だけ、それでそこでパッと出る。でそれがそういうのが攻めなんですよ。交互に足を動かす、全部動かしちゃうでしょ。パタッパタッ、まあ、止まるじゃないですか。止まるってことになっちゃう。これは止まらないんですよ、相手が動いてみると。止まらないで、これは止まらない。でそういう動きをするんです、しなきゃいけない。でもう一つは、どうやってな、佐藤君もそうだけど、ちょっと手がね、横から持ってるんですよ。しなよ、こうやって横から、ちょっと指の股がさ、ピッとこうなるようにさ。田村さんもちょっとね、脇がみんな開いちゃってるんですよ。右も左もこうやって、もうちょっと左の肘をさ、落とさないとね。そうじゃないと丹田が前に行かなくなっちゃうんですよ。こうやってこうなんなきゃいけないよ、こうなんなきゃいけないけど、こうやってグッと、そうなってない。こうやってそう、そこはもう七段としてはちょっとね、すごく弱い、そういうことです。はい、はい、じゃあ、はい。